おはようございます。即解塾の久保です。なんかね、国会が閉じたじゃないですか。で、このチベット、それからウィフ、モンゴル、少数民族に対するジェノサイドというね、こういった人権侵害に対して、避難決議をあらゆる国が出してきたんですね。まあ当然ですけども、それに足並みを揃えて、人権はどんなときでも守られなければならないという風なね、そういう思いから、 我が国でもこれをお、やっぱりね、抗議するための決議を出そうとして、えー、野党は一致したんですよね。でもなぜか与党の方がもたもたしてたわけなんですよ。で、結果的に、この非難決議は本国会では見送りになったんですよ。なんでやと思うじゃないですか。自民党もしぶしぶながら <laughs>、なんで渋々なのかわかりませんけども、まあ、非難決議を提出することに賛成したんですが、なぜか公明党がですね、 頑強に避難するべきではないと。ジェノサイドを擁護する姿勢を取ったんですね。これは一体どういうことなんでしょうかね。なんか公明党さんってこういうふうな人権に対してはわけのわかんない判断しますよね。なんかどこよりも人の命や、うん、なんか人権ってものを大切にしそうなところなんですけども、最も粗末にしてるのが、これ公明党なんだろうなと思いますよね。で、選挙が近くなると、 総価学会の方は公明党に票を入れてくれっていうふうに、まあ、あの、頼まれる選挙活動をすると思うんですけども、これは一体何に向かってるんでしょうかね。少数民族を値大しにするという、そういった公明党さんの判断に、総価学会も思いを同じくしてるってことなのかな。ちょっと私ね、 えー、何、何が起きたのか誰かに脅されているのかあちょっとね、怖いものを感じるんですけどね。何かお分かりの方がいたら教えていただければと思います。さあ、ちょっと生々しいというかね、あの、すごい怖いテーマで始まってしまったんですけども、私が言いたいのはそういうことではなくてですね。今日のテーマは、えー、皆さんの人的資本について、人的資本ですよ。人的資本について、私がね、考え方をお話したいと思います。まあ、あの、結論から言って、 もっと自信を持っていいですよってことなんですよ。まあ、例えばね、私投資をしてるんですけども、ここにね、1億円あるとしますよね。1億円ですよ。1億円で年利3%の利益が出る、そういった案件があるとするじゃないですか。今の時代、1億円で 3%, 3なんてすごく氷回りだと思うんですけども、これ、 結局1億円を持っていれば毎年毎年300万円を生み続けるっていうことなんですよね。これが年利3%っていう世界です。いやでもすごいですよね。1億円持ってる人ってあんまりいないと思うんですけども、その1億円がまあ年利3%で回せば毎年300万が生まれてくるってことなんですけどね。ありがたいですよね。でもね、ちょっと考え方を変えると、1年間で300万円稼ぐ人って結構いると思うんですよ。 アルバイトにしても社員にしてもね、1年間で300万円私は取得がありますっていう人はね。ということはどういうことかっていうと、これね、人的資本としては、1億円があって、その1億円を3%の利回りで回してるのと同じってことなんですよ。年間で300万円を生むっていうことではね。まあ、ですんで、1億円と人の1年っていうのは、まあ、お金で測ること、ちょっとね、いやらしい感じになっちゃって、あれなんですけども、でも、 同じことだっていうふうな判断もできるんですよね。まあですので、年収で300万ある方は、人的資本、1億円に相当してると。1億円を3%で預けているということと、そう、まあ、相関してるというふうに考えることもできるんですよね。でも実際人っていうのはもっともっとたくさんのものを生み出します。お金だけではなくて、愛情ですとか友情ですとか、それから、あと人のためになったりとかね、いろんな判断ですとか、人徳ですから人格ですとかね。 まあですんで、実際には1億円を3%で預けて、お金だけしか生み出さない、その年利3%の案件よりも人的資本の方が相当に価値があると思うんですよね。そして、人間っていうのは自分自身の人的資本をさらにまあ加速することができます。自己投資ですよね。自分に対して資格を取ったり、いろんな経験を積んだり、判断力を増したりとかね。それから、 例えば YouTube を量産することによって、自分のログを残すっていうことですかね。それから自分の分身を作る。YouTube で分身を作れば、YouTube がまた稼いでくれるんで、2割期で稼いでいくこともできるんですよね。まあ、そうなると人的資本率は、例えば年間で300万から500万に移ったり、600万に移ったりするわけなんですよね。そう考えると、1億円がただ単に毎年300万円を生み出すことよりも、やっぱりね、人間の価値は高いんだなと思っております。 えー、ということでね、私はこの人的資本力っていう、このキーワードをたびたび使うことがあるんですけども、これからも使っていこうかと思います。人的資本。これはね、人と人をすごく結びつけて、お金だけではない、もっともっと人間らしい、素晴らしい価値を生み続けるんじゃないかなと思います。で、肝心なのはですね、やっぱり人っていうのは <laughs>、その人権をどんな時でもみんなで守らなければならないってことなんですよ。うん。で、それが冒頭のジェノサイド。 え、秘訣につながるんですよね。どんな国でも、もうね、過去のことはいろいろありましたけども、うん、やっぱり、これから未来に向かっていくときに、どんな小さな声も取り上げて、どんな小さな民族も、それから考え方も、人生も、お互いに大切にしなければならない。そんな気がするんですけどもね。皆さん、どのようにお感じでしょうか。えー、しかしですね、やっぱりこう、ジェノサイド避難決議に、公明党さんだけが、 なぜ抵抗すするのか全く理解に苦しみます公明党さんが一番ね人権を大切にして少数民族であろうとも大民族であろうとも同じ創価学会の思想のもとにまとまっていこうじゃないかとお互いを尊重しようじゃないかっていうふうに動きそうなんですけどもジェノサイドに対しては否決ではなくてね非難決議を出すんではなくてまあ待てとであれはいいんだっていうふうな方向性なんですよねなんでなんでしょうかね なんか、訳があるんでしょうかね。ご存知の方がいたら、また教えてください。えー、それではね、えー、今回は以上です。え四、ー、号サンドさん、あ、おはようございます。今日もよろしくお願いします。で、関係おじさんも動画の方、またね、作ってますね。えー、関係頑張ってくださいね。3日後でしょ、本当に。えー、漢字検定。うん、い目標を持って、関係に臨んでらっしゃること。本当にね、あのー、尊敬に値します。関係ね、漢字。 うん、私も漢字はね、苦手な方なんですよね。というのも字が汚いんですよね。これなんかメモしてあるんですけど、自分でも読めないというね。<laughs> 本当にこう、タイプライターが出てきて、キーボードが出てきてよかったなと思います。こう、ボールペン字とか肉質は私苦手でね、上手にならないといけないかなと思いながらもパソコン世代になりました。じゃあ頑張ってください。皆さんも目標がある方は頑張ってくださいね。目標がなくったって全然ね、うん、いいんですよ。目標がある方もない方もみんなで 楽しく生きていけると思います。それでは本日は以上です。